こんにちは。お天気をお伝えします。今日の札幌は雲が多くひんやりとしています。午前11時の気温は札幌で16度と昨日の同じ時間より5度低く、網走では13度も低くなっています。一方で気温が上がっているのが太平洋側、帯広はすでに 24.7 度もあります。今日は地域ごとに天気のポイントが変わってきます。日本海側とオホーツク海側では北風がひんやり、一方太平洋側では夏日のところもあります。ただ局地的に雷雨に注意が必要です。では今の釧路の様子です。今は晴れ間がありますが天気の急変にお気をつけください。時間ごとの天気どうとどうなんです。札幌は次第に日差しが出ますが気温は18度、昨日より5度低くなります。小樽は霧がなかなか晴れず気温は15度止まり、5月上旬並みです。一方函館は22度と6月下旬並み、夏の陽気となりそうです。太平洋側です。長万部や室蘭の気温は22度と7月並みです。帯広は5日連続の夏日となっています。この後27度まで上がる予想です。釧路と根室地方は昼過ぎににわか雨があります。局地的にざっと強い雨や雷雨となりそうです。東北とオホーツク海側です。最高気温は留萌で昨日より10度も低い14度、網走は昨日の夏日から一転13度と風の冷たい一日となります。旭川など内陸は昨日の暑さが少し落ち着くくらいで今日も20度を超えそうです。では今の旭川を見ながら週間天気です。明日の最高気温は旭川で15度、札幌は14度とともに4月並みです。天気は太平洋側で午後から雨や雷雨となりそうです。水曜木曜は初夏の陽気が復活します。その後金曜から週末はぐずつきそうです。台風2号の影響を受けるかもしれません。